やられると書いて8-6連勝、西勇輝さんナイスピッチング、大山さんナイスバッティング、岩貞さん、アルカン、岩崎さんピシッと押されて 2-0 で勝利です。その中でも一番良かったのが6回表の攻撃、ワンアウト1・3塁から里輝さんが投げ下ろを打ちました。その時3塁ランナーの島田海里さんがしっかりと挟まれて2塁3塁にランナーを残しました。あのランナーが2人残ったことによって、大山さんのタイムリーツーベース2点勝ち越しだが生まれたのです。あのプレーが勝利に結び